誠一君。はい、岸田君。え、日本維新の会の岸田でございます。えー、まあ、最初に、あの。 共同親権に関して調査を開始してくださるというか、油断をしていただいたということ、ずっと放置されていた条約を遵守していかなければいけないというようなことの方向性を示していただいたことに対して、まずは敬意を表したいと思います。今回非常に連休の中で えー、実は大変苦しんでいる、えーえー、別居親というのはたくさんいらっしゃったという声を私の方にが届いているんですね、まあ、本来であれば諸外国では犯罪とされているレサリンを今の現状は特権として与えると、どういうことかというと、まあ、この連休中も一度も会わせないとで。今後、えー、運動会もですね 5月、6月に開催されるような学校も増えてきましたが運動会の日にちさえも聞いても教えないという学校のそういう扱い方も行われています、まあ、こういったような特権がです、ね、行われているというような状況がまあ連れ去りを起こ行させているんだというようなこともありますので、まあ、これについてはまた別の機会に質問させていただこうと思っていますのでそのときはよろしくお願いいたします。 きょうはあの、まあ、井出議員が長年ずっと取り扱っていた性犯罪の中の、まあ、一部であります、えー、親子間の性犯罪について、えー、私なりにちょっとこうお聞きをしていきたいと思うんですが、まずあの、179条、えー、刑法ですね、えー、看護者わいせつ及び看護者性交等の犯罪なんですが、この制定理由をまずお聞きをしたいと思います。小山刑事局長 お答え申し上げます刑法179条の看護者歪説及び看護者成功等の罪は18歳未満の者に対しその者を現に看護するものであることによる影響力があることに乗じて歪説な行為または成功等をした場合を処罰するものでございますその制定理由でございますが一般に18歳未満の者は精神的に未熟である上生活全般にわたって事故を監督し保護している看護者に精神的経済的に依存しているところ 看護者がそのような依存・非依存、ないし保護・非保護の関係により生ずる看護者であることによる影響力があることに乗じて、18歳未満の者に対し、わいせつな行為や性交等をすることは、強制性交等罪等と同じく、これらの者の性的自由、ないし性的自己決定権を侵害するものであると言えます。そこでこでのような行為類型につきましては 強制性交等罪等と同等の悪質性、討伐性が認められると考えられることから、新たな犯罪類型として、看護者性交等罪及び看護者わいせつ罪を設け、強制性交等罪等と同様に処罰することとしたところでございましゅし趣旨はあのよくわかりましたが、この条文を見ますと、常時手というふうになっているんですけれども、 これによって176条、あるいは第2項だと177条の例によるとなっているんですが、176条だと13歳未満の者に対し猥褻な行為をしたものと、これに、例によるということなんですが、これ、そうしますと、この179条というのは、被害者が同意しているかしていないかということを問わずという条文上の読み方として構わないんでしょうか。 小山刑事局長、はい、ご指摘のとおりでございます串田君そうしますと、同意をしていても、同意をしていなくても、犯罪が成立をするということになるわけですが、ここの条文の中の、現に看護するもの、この現に看護するものというのは、どういうものなんでしょうか小山刑事局長。 はいお答えします、えー、刑法179条の看護者わ説及び看護者性交等罪等の罪の主体は、そのものを現に看護するもの、今、委員ご指摘のとおりでございます、えー、でありますところ、ここで看護するとは、民法に親権の効力として定められているところと同様に監督し、保護することを言います。したがってそのもののももを現に看護するものとは 18歳未満のものを厳に監督し保護しているもののこと,ことでございます。なお、本罪は、えー、当該行為者が法律上の看護権を有するか否かに着目したものではないことから、事実上、厳に18歳未満のものを監督し保護する関係にあれば、法律上の看護権に基づくものでなくても厳に看護するものに該当しているところでございます。串田君 あのもう少し細かく聞きますと、この件に看護するというのは、養育をしているということと同意義なのか、違いがあるのか、もしこの点について違いがあるとしたら何が違うのかをちょっと明らかにしていただきたいと思います。小山刑事局長 はいえー、ある者が現に看護していると言えるためには、民法における看護の概念に照らしまして、現に18歳未満の者の,の生活全般にわたって、 医食住などの経済的な観点や、生活上の指導監督などの精神的な観点から、依存・非依存ないし、保護・非保護の関係が認められ、かつ、その関係に継続性が認められることが必要であると考えられております。具体的には、同居の有無・居住場所に関する指定等の状況、指導状況、身の回りの世話等の生活状況、生活費の支出などの経済,状況経済的状況、 未成年者に関する手続き等を行う状況などの諸事情を考慮して判断されるものと考えられております串田君、はいえー、そうしますと、例えばあ、ま、父親、母親のうちの父親がです、ねえー、単身赴任をしていると。 いう場合には、この現に看護するものに入るんでしょうか、今の話ですと、なんとなく入らないような感じもするんですが、経済的に給料を払っていれば、あ入れていれば、あ今に入るのかなとも思うんですけど、この点についてはどうなんでしょう。小山刑事局長 まあ、お尋ねの事例につきましては、まああの、個別に判断されるべき事柄ではないかと考えております、えーまあ、あの特定の要素だけで,です、ね、先ほど申しました、えー、指導、監督などの精神的なあ観点、あるいは衣食住などの経済的な観点から、依存、非依存ないし、保護、非保護の関係を認められるということにはなりませんので、えー、ただ単身赴任のときにどうかと申しますと、非常に、まあ、あのそれはあーそのケースバイケースで,です、ね、あの当たる場合もあれば当たらない場合。 もあるのではないかなととは考えられるところでございいます、まあ、いずれにいたしましても、えー、しつこいようでございますが、その先ほど申しました諸事情をま総合的に勘案いたしまして、えーえー、依存、非依存等の関係が認められることまずそのかん、またその関係に継続性が認められるというところが必要でございます。 まあ、意外と刑法の解釈の中では、まあ、財刑法定主義という観点からすると、結構今の解釈というのは、かなり財刑法定主義からすると甘い解釈なんじゃないかなというふうに気はいたしますが、単、まあ、身赴任でもです、ね、あの経済的に援助、まあ、そのものがあその依存しているということになるわけですよ、単身赴任ですとねと。やっぱりそれに関して、えー まあ、常時手というのは、影響力があることに常時手ということなので、その単身譜にしてようが何しようが、給料を納めて、あの家に入れているから、そのものは、まあ、生活が成り立っているという部分では、影響力があることに常時るというふうに私は言えると思うんですけど、個別的に判断するというようなことで、その財政法定主義的には問題ないんですか私ははそれは これに該当するというふうに、あんま原則は該当するというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか小山啓事局長、はい。お答えいたしますあの。先ほどご指摘のありました、あのえーまあ、私もお答え申し上げましたけれども、あのそのえー、この監督保護の内容の中で、先ほど申しました、衣、ま、食、あ、住などの経済的な観点。 あるいは生活上の指導監督などの精神的な観点から監督し保護しているという関係でございまして、それがまあ単身赴任であっても、でもその単身赴任というものが、一言で,ですねどういうような、何年も同居していなくて、全くそういう実際にですね生活上の指導監督などを行えない状況にあって、ただ、お金だけが払われているような状況の場合もあるでしょうし、それはやはりケースバイケースのところがあるのではないかと考えてございます岸田君。 端的に聞きますと、この民法820条の親権者と、この刑法179条の現に看護するものとは一致するものなんでしょうか、一致しないんでしょうか小山刑事局長。先ほどもお答えいたしました、これは現に看護しているところを要求しているところでございまして、イコールの概念ではございません串田君。 まあそうすると親権者でも、これ、現に看護するものに当たらないということになるのかなと思うんですけど、結局、この制度趣旨としては、被害者が非常にその抵抗化しにくいまあ人間関係、親子関係というのはまさにそういうことなんでしょうけど、さらにまあ経済的、精神的とおっしゃられましたが、ここっていうのはかなり、バランスっていうのがいろいろと。 親子によってズレが発生するのかなと思うんですね例えば父親の場合には まあ一般的に働いている人が多いのかなと、まあ、これはあの、まあ、いろんなパターンがあるので断じませんけれども、男性が働いて、まあ、給料を家に入れる、まあ、母親は、まあ、どちらかというと、まあ、これは数の比較なんですけれども、これも断定はいたしませんが、家にいて家事をやっている人も多いのかなと。そうすると、まあ、お母さんの場合には精神的な お父さんの場合には経済的なという意味でバランスが同じように経済的、精神的というような父親、母親というのはいなくてどちらかにこうバランスがずれるのかなと思いつつもしかしながらそれによってその子どもというのは影響力を受ける非常にこう抵抗がしにくい。 そういうものに乗じて、えー、性犯罪を行った場合には、それはやはり性犯罪として、えー、刑法上処罰をされるんだというふうに、私は理解しているんですけれども、このような理解では間違いなんでしょうか、確認させてください。小山局長 はい、あのお答えいたします現に看護するものであることによる影響力でございますけれども、えー、その中にはです、ねえーそのまあ、それを了解するかどうかの意思決定に直接影響を与えるものだけでなく、えー、その、 非看護者がわいせつな行為、性的な行為に関する意思決定を行う前提となる人格、倫理観、価値観等の形成過程を含め、一般的かつ継続的に非看護者の意思決定に作用を及ぼしうる力が含まれると考えられるところでございまして、まあ、あのですからあの、直接的な経済的、金銭的なものである必要はないというところでございます。串田君 まあそれを踏まえた上で、ちょっと別個の、例えば刑法177条の暴行脅迫ということが規定としてありますが、その性的犯罪行為を行っている最中に、脅迫を行い続けるということはないと思うんですね、事前に脅迫があって、そしてこれは何か抵抗すると、その脅迫通りの結果をもたらされるんじゃないかという不安があって、抵抗ができなくなる。 だから脅迫行為と実行行為との間には時間的なズレが発生することは十分想定できると思うんですけど、この感覚というものは、どの程度のものでまでは許されるのかという、そういうものっていうのはあるんでしょうか、あるいは時間じゃなくて場所ですね、ある一定のところで脅迫をされて、別の場所でその行為を行われたときに、公共不能になるというようなこともありえるのかどうか、この点はどうでしょうか。山刑事局長 はい、えー まあ刑法177条前段の強制性交等罪における暴行または脅迫を用いてというところの解釈でございますが、ここにつきましては一般に、暴行・脅迫によって犯行を著しく困難にする状態が、性交等の時点においても存在することが必要ではございますが、暴行・脅迫が性交等の時点まで継続する必要はない、すなわちあの犯行を著しく困難にする状態が存在すれば、暴行・脅迫が性交等の時点まで継続する必要はないものと解釈されていると承知しております ます。従いまして、あの一般論として申し上げれば、今お尋ねございました、暴行・脅迫行為と性交等の行為との間に時間的間隔あるいは場所的な理覚がありましたとしても、えー、暴行・脅迫行為において犯行を著しく困難にする状態が、性交等の行為の時点においても存在すると認められる場合には、本罪が成立すると考えられるところでございます。 はい、またそれを前提として、あの民法822条では、えー、懲戒することができるということになっていますが、これ、懲戒をすることができるということは、懲戒を受ける側は抵抗してはいけないという趣旨に返して、えー、いくことになるんでしょうか小野専民事局長。 お答えいたします。え御指摘のとおり、民法八百二十二条は、親権を行う者は。第八百二十条の規定する看護及び教育に必要な範囲内でそ、その子をちそのこう懲戒することができるとして。え親権者の懲戒権されると思います。で、このような範囲内で。親権者の懲戒権が行使される場合には、子はそれに従う義務があるものと、一般的に解釈されております。もっとも、この懲戒権の行使は、この利益のために行われるべきものであって。この看護及び教育に必要な範囲を超える懲戒は、懲戒権の行使とし では許,容として許容されない違法なものでありますので、今後それに従う義務はないものと考えられます岸田君まあ総括しますとあの、程度を超えた場合に子どもがいきなりそれについて、お父さん、そこは行き過ぎだよとかね。 いうようなことって非常に難しいんじゃないかなと、ある一定まで懲戒していくけれども、それ以上になると、それは法律に反しているから、そこからは抵抗させてもらいますよという子もっていうのは、こはなかなか想定できないんじゃないかなというふうに思ってるんですが、この懲戒権というのは、親権者であればいいわけですから、未成年者なわけですね。 そうすると、まああの、総括的に話を戻しますと、ある一定の特定の事件に関して言及するつもりはありませんが、3月に名古屋の岡崎支部で判決が出された、父親が娘に対して犯罪、性交を行ったときに、無罪判決が出たということで、裁判官はその時点で、 公挙不能であるかどうかという、その時点というポイントを非常にですね、捉えすぎているという部分を私は非常に感じているんですね。 まあ18歳までは同意も不同意も関係なく犯罪が成立する、それは影響があるからだということなんですが、今回の事件では19歳、そして中学生からずっと暴力をなされて、そして性的な行為もされているということも、裁判所では事実認定をしている、そして民法では822条で、未成年者は親権者として懲戒を受けなければいけないという状況で、公居ができないというような規定までありながら、 19歳だからといって、いきなりその時点のポイントだけを捉えてです、ね、無罪判決をしていくということに対して、私はちょっとこう国民からしても落ち着きの悪い判決になっているのかなというふうに思っているんですけれども、今、先ほど言われたように、暴行や脅迫は行為が行われた時点になければいけないというわけではないんだと。それれがが影響がありさえすれば 適用がされるんだという理解であるとすれば、18歳までの間で行われていることに関して、19歳においても影響を及ぼしているということは、観念的にはありえる、一般論としてありえるかどうか確認したいと思います。小山刑事局長 はい、あの犯罪の製品につきましては、捜査機関が収集した証拠に基づき、個々に判断すべきことからではございますが、あえて一般論として、えー、申し上げますれば、えー、今お尋ねのありました、えー、ものの中で、えー、例えばあの条文の中で言いますと、えー、準強制わいせつび準強制性交等というのもございます、これは人の心神喪失もしくは、皇居不能に常時。 または心身を喪失させ、もしくは公共不能にさせて、わいせすな行為をした、あるいは性行等をしたというところを処罰することになっておりますので、まあ、その事例の判断によってです、ね、こういうような事実関係が成立するのであれば、こういう公共不能に乗じたというような犯罪が成立する場合もございます岸田君。 はいえーまあ、177条が暴行または脅迫の中で著、まあ、しく抵抗をすることができない場合176条はそういう要件を満たされてなくて今回の件はあ同意がないという判決の中で記載がされているので、そういう変更すれば少なくとも176条は成立していたのかな無罪ではないのかなという,ようなこともちょっと思っているんですけれども。 まあ、あその時点の行為をの時点にあまりにも着目をしすぎるというようなことがあ私はあると、まあ、国民感情的には少し親子関係との関係でおかしいかなとも思うんですけど、最後に大臣、感想があれば。 お聞きをして終わりにしたいと思います。総務大臣、ご感想、えー。まあ,あのこれに関しましてはまあ局長が随時申し上げておりますようにやはり個別の証候関係によって、えー、異なってくるんであろうというふうに考えておりと思います。岸田君。ありがとうございます。終わります。以上で岸田誠一君の質疑は終了いたしました。<laughs> 次に内閣提出戸籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明。